1944年8月10日、人民裁判所にかけられる、ベルトルト・フォン・シュタウフェンベルク伯爵。この日のうちに、死刑判決を受け、処刑されたベルトルト・アルフレート・マリア・グラーフ・シェンク・フォン・シュタウフェンベルクは、ドイツの貴族、法律家。弟である、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク伯爵と共に1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件に関与。 ローラント・フライスラーの人民裁判所にかけられ、1944年8月10日に死刑判決を受けて即日処刑された。ドイツ帝国両方ビュルテンベルク王国の王とシュトゥットガルトにビュルテンベルク王室事重長アルフレード・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク伯爵の長男として生まれた。母はカロリーネ。双子の弟に歴史家のアレクサンダー・フォン・シュタウフェンベルクがいる。 また2歳年下の弟に陸軍大佐クラウス・フォン・シュタウフェンベルクがいる。1923年5月にハイデルベルク大学に入学し法律を専攻した。1923年頃に詩人、哲学者、ステファン・ゲオルゲの弟子となり兄弟揃って彼から強い影響を受けた。イエーナ大学、チュービンゲン大学、ベルリンのフリードリヒビルヘルム大学などに通う。 1929年1月に中ゲン大学から法学博士号を授与された。本人は外交官になりたがったが、外務省には採用されなかった。1929年3月にベルリンのカイザー・アイコール・ビルヘルム研究所に入所し、外国一般法と国際法のための研究所助手となった。同研究所は非政府機関だが、 外務省と共同して仕事することが多かった。1931年7月に研究所の推薦で常設国際司法裁判所に初期として勤務。1933年にドイツ政府が国際連盟を脱退したのを機に常設国際司法裁判所の役職から離任した。その後、ビュルツブルグ大学で臨時の仕事を得て、1936年には正規の職を得た。 1935年から国防省の関係機関、KR 研究委員会に加入。1936年から国際法に関するドイツ法律委員会に加入している。彼は、こうした委員会で、ヘルムート・イエームス・フォン、モルトケ伯爵やペーター・ヨルク・フォン・バルテンブルク、伯爵など他のハンナチ法律家と緊密な関係を持った。1936年6月20日に、 ロシア出身のマリア・クラッセン・クラソンと結婚した。1939年にはドイツ海軍で軍法会議の法務官を務めた。ベルドルトは戦争中政府を頻繁に批判していた。1943年にはユダヤ人大量虐殺ほど大きな犠牲はないと批判している。1944年7月20日、弟クラウスは 東プロイセンラステンブルクにある総統大本営、ボルフスシャンツェの会議室に爆弾を仕掛けて、ヒトラー暗殺未遂事件を起こした。クラウスは爆弾を仕掛けた後、すぐにボルフスシャンツェを離れ、ベルリンベントラー街の中にある国内予備軍司令部に戻り、バルキューレ作戦を利用してのクーデターを開始した。ベルドルトも、クラウスの反乱を助けるためベントラー街に駆けつけたが、 7月20日23時前、クラウスと共にフリードリヒ・フロム上級大将らベントラー外内の反クーデター派によって拘束された。クラウスやフリードリヒ・オルブリヒと大将などクーデターの中心人物である高級将校は直ちにフロムの即決軍法会議にかけられ、7月21日に入ったばかりの時刻に銃殺刑に処せられた。 フロムはその後ベルトルトら補佐役の者たちの銃殺も予定していたが、その前に国家法案本部長官エルンスト・カルテンブルンナー新衛隊大将がゲシタポを引き連れてベントラー街に到着し、銃殺をやめるようフロムに指示したため、この場での銃殺は免れた。しかし代わりにベルトルトはゲシタポに逮捕され、1944年8月10日に、 フリッツ・ディートロフ・ホンデア・シューレンブルク伯爵、アルフレート・クランツフェルダー元海軍隊員と共に、ローラント・フライスラーが裁判長を務める人民裁判所にかけられた。死刑判決を受け、その日のうちに処刑された。ありがとうございます。